おはよう、リリスさん。あら、おはようございます。皆さん、ずいぶん早く起きてらしたんですね。一人例外はいるかな。こら、カイル、起きろ起きろ。こんなところまで兄さんに似ちゃったのね。仕方がない、久しぶりにあれをやるか。リリさん、それってまさか。あ、耳塞いでてくださいね。行くわよ、ヒギ死者の目覚め。おはよう。あれ、なんか母さん感じが、はいはい、いいから起きて帰る。朝ごはんにしましょう。はい。さすが本家、しっかり塞いだはずなのに耳鳴りが。あれ、リアラは？考え事があるからと外に出て行った。そういえばずいぶん長いな。お前呼んでこいよ。戻ってきたら朝飯にしようぜ。リアラ、どこ行ったのかな。リアラ、朝ごはんできたってさ。帰る。もう元気そうだね。よかった。ごめんね、心配かけちゃって。そんなの気にすんなって。あれだけ頑張ったんだから、疲れちゃうのもしょうがないよ。それにしてもすごかったよな。ペンダントが光って、船が浮いて、おまけに空まで飛んじゃってさ。そんな。船長さんなんかさ、彼女は聖女に違いないとか興奮しちゃってさ。だから聖女だよ。奇跡を起こせる女の人のこと。エルレインってのがそうなんだけどさ。エルレイン。そうそう、そのエルレインってさ、リアラと同じペンダントしてるんだ。でね、力を使うとペンダントが光って。あ、もしかしてそのペンダントなんかすごい力があるの？それがあったら俺も奇跡が起こせる？それはなんてね。そんなはずないよな。君のペンダントを拾ったことがあったけど、あの時は別に何にも起こらなかったし。だからやっぱりあれはリアラの力なんだ。本当すっごいよ。そんなことない、私の力なんてまだまだよ。今回はたまたまうまくいっただけ。また同じことができるかって言われたら。リアラ、自分と相手を信じ続けろ。そうしたら最後はきっとうまくいく。え？ロニが教えてくれたんだ。父さんの言葉なんだって。俺ここに来て父さんの話いろいろ聞いたんだ。父さんも俺と変わらない。いたずらもするし、ポカもやっちゃう普通の子供だったんだって。だから俺も英雄になれるかもってそう思ったけど、ロニが教えてくれたんだ、さっきの言葉。自分と相手を信じ続ける。それってすごく大変なことだって俺もなんとなくわかる。でも父さんはそれができた。だから英雄になれたんだ。だから俺もやってみる。自分とみんなを、リアラを信じる。カイル、この前みたいなことまたできるかわからないって言ってたけど、俺はできると思う。リアラなら必ずできるって信じてる。だからさ、リアラも信じてみてよ。
自分と俺たちをさ。うん、行こうリアラ、みんな待ってるよ。さあリリソバさんの家に帰って朝ごはんだ。俺もうお腹ペコペコだよ。さあ朝飯食べたらすぐ出発だ。リリソバさんご飯。ご飯になると元気になるのも兄さんと同じなのね。もう用意はできてますよ。冷めないうちに食べてね。リリソバさん、いろいろありがとう。ご飯、美味しかったよ。もう行っちゃうの？ゆっくりしていけばいいのに。またいつか、必ず来るよ。今度は、父さんと母さんを連れて。そうね。その日を楽しみにしているわ。あ、そうだ。出発の前に。これを持って行って。兄さんも使ってた英雄御用達の品よ。元気でねカイル、また遊びに来てちょうだい。いつでも大歓迎よ。また来るよ絶対に。リリソバさんも元気で。リリスおばさまってとっても明るくて素敵な人だったわね。料理もうまいし何より優しいしね。優しくてキュートで料理が上手でその上美人ときた。いいかカイル、ああいう女性と結婚できる男は幸せになれるんだ。覚えておけよ。またロニの理想の女性の話かよ。バカ、いい女と巡り会えるかどうかってのは男の人生において最も重要なことの一つなんだからな。父さんってずっと特別なんだって思ってたよ。子供の頃から英雄になる特訓をしてたり、今の俺ぐらいの年にはもう英雄として活躍してたんだって。でも違ってた、父さんも普通の少年だったんだ。そりゃそうさ、何も生まれた時から英雄だったわけじゃない。スタンさんもルーティーさんもな。だがその後は違う。わかるよな？そう、要は努力が大切だってことだよな。つまり努力すれば俺だっていつかは英雄になれるってわけさ。そう思うと俺なんだか安心しちゃった。頑張ろうっと。リーネの村いいところだったな。しっかり骨休めもできたし、リリスさんの料理も絶品だったし。あのシチューのことか。田舎風の味付けで洗練されていなかったな。なんだよジューダス、お前全部平らげた上におかわりまでしてたじゃねえか。うるさい、誰もまずかったとは言ってない。どうした、珍しく静かじゃないか。拾い食いでもして当たったのか。ほっとけ、俺だってないろいろあるんだよ。ほう、お前も悩むような頭を持っていたんだな。そんな風には見えないが。ダメよジューダス、ロニったらナンパに失敗したらしくて落ち込んでるの。優しくしてあげて。何かと思えばそんなことか。くだらんな。ロニにとっては死活問題なんだよ。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだ。いやお前らうるさいぞ。見てろよノイシュタットで敗者復活戦だ。待ってろよノイシュタット。疲れた時、悩んだ時、そして辛い時、苦しい時、またいらっしゃい。私はいつだってここにいるから。ありがとう、リリソバさん。